クラフト&ゲームアトリエ造形の王様。さて、それでは今回はラジオ動画を撮影してみようかなと思っています。長らくやってきてはいるんですけど、サムネが分かりづらいので、もうシンプルなサムネにして一度やろうかなと。作業用でダラダラと。そう、最近知ったんですよね。長時間撮影した時に長いですとか、いろいろまあ書かなあかんのですよ。特にまあ野球の配信なんかすると、いや実はこうなってます、ああなってますとか、その大当たりが出るかもとか、いろいろこう結構なんて言うんですか、自分で自分をフォローしとかないといけないところがあって、 YouTuber の方とか最近テレビよく出てはるけど、必ず両方の意見言いますよね。うわ、何これかっこ悪い、でも好きかもって、あのマツコデラックスのやり方ですよね。これ やっとかなあかんっていうので、でまあ最近知ったっていうのが、まあ、長い時に長くなりましたとか、僕も動画よく載せるんですけど、作業用って書いときゃいいんですね。ラジオ動画の場合はね。で、もう今回話したいのが、ちょっと機材を変えました。いろいろと。で、へーって感心したことがあって、まあそのギタリストしてる友達がいて、まあ大体彼に全部相談するんですけど、まあ音質悪かったんですよ。ちょっと前までずっと金属音が入ったりして、もう7年やってるから、もうほぼほぼでも、7年間ぐらい使ってたマイクなんです。で、自分では、まあ、8000円ぐらいしたからな、みたいな気持ちで長く使わななって思ってたんですけど、調べたら4000円するかせえへんかぐらいやって、あれって思ってたんですよ。で、まあマイク買い替えたいみたいなの相談したら、マイクちゃうんちゃうかって言われて、で、いろいろこう調べていったら、もちろんパソコンの設定もあったし、まあマイク自体も古いから、買い替えはしたんですけど、最終的に一番音質が変わったのは、まあこれで変わったかって言われたら、僕こんな声なんで、別にめちゃめちゃ綺麗な声になるわけではないんですけども、コードマイクと、それからオーディオインターフェース、それからオーディオインターフェースとパソコン、それぞれつなぐコード2本あるんですけど、マイクからオーディオインターフェースにつないでるコードって、XLR っていうコードでつないでるんです。で、これをずっと同じの使ってるって話をしてたら、その音楽詳しい友達が、いやいや、そもそも付属でついてるコードってそんなに音質のいいもんじゃないよって教えてくれて、あ、そうなんやって。で、まあ別にその音質が良い悪いとはわかんないんですけど、別売りのやつってそんな高いわけじゃないんですよ、XLR のコードって。だからまあ、じゃあさらに変えてみようかなと思って、XLR、最初マイク買い替えたんかな、マイクを買い替えて違いがなかったんです。まあノイズが入ってたんですよね。で、その後 USB コード、オーディオインターフェースからパソコンにつなぐコードを買い替えて変わらなくて、で、XLR っていうそのマイクから出ているコードを買い替えたら、一挙に音質が変わりました。これ昔僕経験あって、なんとなくゲームしてて暗いなって思ってたんです。で、YouTube とかで見たら他の人の配信綺麗し、なんでみんな鮮やかでうちこんな暗いんかなと思って、ゲーム内の設定は変えてもそんなに大きく動かなかったんで、テレビ画面の設定変えたりとかにそんなことしてたんですけど、ある時に、これもしかして HDMI 端子テレビにつなぐ線って劣化すんのかなと思って買い替えたら、めっちゃくちゃ鮮やかになったんです。まあ情報量は全然違うし、質も違うかもしれないんですけど、まあ XLR その音に関しても同じようにそういうことがあるんだなと。電気の先生に聞いたら、その抵抗でしかないから、このコードってあくまでも、だからいかにその中でその電気を伝えるか、これがその中で弾かれるみたいな表現してはったけど、なんていうんですかね、その電子になるのか、その電気の中の なんじゃかんじゃが、そのマイクからオーディオインターフェースに入っていくときにスッと行くのか、中でなんか反響したりノイズになったりっていうようなことがコードの中で起きるんじゃないかっていうようなことを言ってましたね。
電気の先生の話はマジでわからへん。もう電気って目に見えないものやから、それについて話してるの聞いてたらマジでわかんない。まあ YouTube もそうですけどね、 YouTube の回る回らんって言い出したらもう目に見えるもんじゃないから、結局人気出た人が何が違うねんって言ったらもうようわからへんしね。でまあただ今回は感激するぐらい変わったと。でそれで言うと、ゲーム実況をこれから始める人っていうのに、電気屋さんとかでゲーム実況のコーナーがあるじゃないですか。で、あれ前々から僕気になってて、そのマイクは探してたんですよ。さすがに古いし音おかしいなと思ってたからマイクずっと探してたんですけど、電気屋さんのゲーム実況のコーナーってマイクとそれからオーディオインターフェースっていう、ノイズをカットしてくれる機械、まあもう詳しくは知らないですよ、なんじゃら調整とかいろいろできると思うんですけど、この2つがまあメインで売られてるんですよ。マイクから直接パソコンだとマイクは音を拾うだけのものやから、ノイズも拾ってしまうと。だからマイク、オーディオインターフェース、パソコンで初めてまあ綺麗な音になってくる、クリアな音になってくるっていうのを僕は当時見て、あそうなんやって、じゃあオーディオインターフェース買わななと思って、これしかありませんって言われて、僕オーディオインターフェースの初音ミクバージョンっていうのを買わされて、店員さんに全然違うのをお願いしたんですよ。そのショーケースの中のやつ、これがいいですって言ったら、ちょっと今これ初音ミクバージョンしかないんですって言われて、なんか100円か200円か割引されたんですけど、それを使ってるんですが、電気屋さんのああいうコーナーってその取り扱ってるものがパソコン用のマイクなんです。だから電気屋さんのゲーム実況コーナーのマイクを買うと USB 接続なんですよ。必ずマイクのとこに書いてます、どれも USB 接続ですって書いてて、で USB 接続のマイクとオーディオインターフェースを並べて売ってるんですけど、オーディオインターフェースは XLR っていう、なんでコードって言えへんのかわかんないですけど、XLR のコード、線ですよね。でしか繋げないんですよ。だから、あっこで一式揃えても、家持って帰ったら絶対繋がらないんです。電気屋さんのマイクはあくまでもパソコンに繋ぐマイクやから、で、オーディオインターフェースは、楽器としてのマイク、XLR を使ったマイクしかつなげないので、あれすごい矛盾してるんですよ。でなんか最近見たやつ、両方できるやつが出てんのかな、その接続変換器みたいなのつないでみたいな、なんかめちゃめちゃでかいっすよ、つないでみたいなするから、そやしそれこそ抵抗になるんちゃうかなと思って、でそれもまあ友達に相談したら、楽器屋さんもマイクって取り扱ってないんですって、あんまり。ボーカル用やからねって、基本楽器屋さんは楽器やからマイクって取り扱ってないけども、ただやっぱり今ゲーム実況ブームやから実況用に置いてるかもしれへんっていうことで見に行ったら本当に、置いてくれてて、楽器屋さんで見ると分かりやすいですよ。楽器屋さん USB 接続のマイク置いてないんで、楽器屋さんに置いてるやつっていうのが、まあ、ただ結局その電気屋さんの 90% USB 接続で1割だけ XLR のその1割の部分かなと思って見てはいたんですけど、まあ、もっとグレードの高いのは確かに置いてましたね。だからまあお金あっていいやつってなったら楽器屋さんの方がいいのかなと思うんですけど、だからゲーム実況やるよってなったら、そうね、電気屋さんのやつではちょっと厳しい。まあ、オーディオインターフェース挟むのであればね。でも挟まんと、どうかな。完全に二分されるんですよ。全くいらない人っていうのが男性でも女性でもいて、その、めっちゃ声綺麗な人は、もうヘッドセットのマイクでも全然いける。もう昔から思ってますけど、全然、声がほんと通るって言葉通りですよね。パソコンの中にも通るんですよね。スッて。で逆にダメな人は本当に通らないですね。フレンドさんがディスコードのノイズカットに自分の声が引っかかったって言って冗談で言ってましたけど、
ほんまにこの間配信で引っかかってる人いました。でその人は甲高い声の女の人やったけど、ガチャが当たって絶叫して、そしたらずっとその間声が、ガチャが当たった瞬間から無音なんですよ。すごい怖いですよね。当たり出てんのに喋らへんみたいな。でもそれは実際にはすごい絶叫した声がもうノイズとして判断されてたみたいやから、なんかオーディオインターフェースを入れることによって僕なんかでももしかしたら低い声がどんどんカットされてるかもしれないんですけど、これをどうですよね。やっぱ声は武器ですよね。声で稼いでる人今いっぱいいますからね。この悪口は言い出したら止まらないからやめとこうか。でまあまあその実況やんねやったら案外そのコードっていうのが大事なんやなっていう抵抗の部分ですね。短ければ短いほどやっぱいいのかな。その有線だから抵抗になるんやったら無線にしたらって話をしたんですけど、やっぱそれだと安定しないみたいですね。だからやっぱり有線で、その電気が、スムーズに通るようなものを使うのがいいのかなっていうところに7年経って今行き着いてるところです。もうね、やめとこ声の綺麗な人の話してもやっぱあれやね、すごいですね。本当に羨ましい。最近ゲーム実況あんま僕見ないんですけど、見てたらめっちゃくちゃ声綺麗から羨ましいなーって、なんかほんまに番組みたいに見えますよね。テレビ番組よりもいいやんって。むしろテレビ番組のナレーションもなんか聞き慣れてきたもんね。あ、この人の声かみたいな。もうなんか何ですか、何があるかな、ビリーバボーとかかな、なんかあもうこの声聞いただけでこの雰囲気になるなみたいな、なんかのがだんだん苦手になってきてるんで、そういう意味ではその YouTube 内に本当に番組のナレーションみたいな声でやってはる人がいたらおおって思いますよね。でそうね、ポケモンですよ。ポケモン撮影したんです、僕、本当は。その、今は一応生息地っていうことで無言でずっと順番に上げてて、まあ、これね、何ですか、めちゃめちゃ評判悪いですね。もうめちゃめちゃ評判悪い。で、収益にもならんのですよ。短い動画にしてるからね、全くならないんですけど、一回こういう人気のゲームで、スパッと一箇所どっか、入り込めんかなと思って、実際、270回再生っていうのが1本だけあるんですけど、ポケモンで270はようやったと思う。これほんとしんどいですからね。みんななんかゲーム実況は人気のゲームをやればいいと思ってるけど、それは多分どれぐらい1ヶ月2ヶ月やったら気づくんですけど、絶対無理やって。だってもうそんな赤髪の友とかが配信した時点でもう、全部上から下まで赤髪の友じゃないですか、配信って。全部ヒカキンとかになるから。だからもう、他の人が配信しても、基本検索にかかることがないんですけど、だからそんな中での200超えっていうのは非常に大きいなと思うんですが、実際には僕が撮影したポケモンの動画は、ポケモンの悪口を言おうっていう配信をしてました。で、今回のポケットモンスター、悪い部分で言うと、任天堂がよりなんか新規の客を入れようとしてる。ものすごく。だって何作目かわかんないですけど、僕ら子供の時からあるのに、ポケットモンスターとはってとこから始まるんですよ。ポケモンのゲーム。嘘やんと思って。基本9割ぐらいもうみんなまた買ってる人たちやのに、もうその人間からしたら、いやもう何年、何十年チュートリアルやってんねんっていう話じゃないですか。それを、まあ、サクッとやってくれたんですけど、1時間半ぐらいあります。シャレならんぐらい、僕、2回寝ました。3日かかった。ずっと、そもそもが、ま、ちょっと、振り幅があったというか、売りが自由にできるって、自分で自由にマップを回れるっていう風に、こう、歌い文句だったわけですよ、今回のやつは。歌い文句っていう方も、やっぱ僕も年いってきてんのかな。で、なんやろう。それがやりたいわけです。ポケモンの世界自由に行けたらいいなと思って、で、買ったんです。今回迷わずね、もう事前に予約して買ったんですよ。で、
いざやったら過去最高にきっちりやらなあかん。最初の1時間半もうそれも会話早いに最初から設定してんのにめっちゃ遅いし、でなんか気持ち悪い女の子出てくるんですよ。こいつ友達学生生活でおらんかったんかなっていうぐらいずーっと喋りかけてくるし、なんかずっとプレゼント渡してくるんですよ。でそいつの説明を永久に聞き続けて、でそいつがなんか私が行くからついてきてねって言っても、そこはじゃあカットしてくれたらいいじゃないですか。ずっとそいつが歩いてるシーン、それついていくシーンも流れるんですよ、マップ上を。やっと離れたわと思ったら、今度はなんかポケモンを追いかけろみたいなんで、ゆっくり歩くポケモンゆっくり追いかけ続けるんですよ。でそれも解放されたと思ったらまた女の子帰ってくるんですよ。もうその繰り返しずっと。でエロゲーかっていうぐらい喋る。もうどんだけ喋んねんっていうぐらい喋る。でもこれはあかん、見てられんと思って、もういい加減にしてくれと思ってたんですけど、1時間半のチュートリアルを終わるとやっぱ過去最高に面白いですね。めちゃくちゃ面白いですね。うわ自由やって。ただポケモンってもともと自由だったんです。確かにジムを回るとかで、このアイテムがないと通れないとかはあったけど、その自分に決定権があるじゃないですか。まあ、RPG どれでもそうですけど、その村人に話すかどうかこっちが決めれるわけですよ。でも今回のポケモンは何も決めれないし、ひどい時教室の中閉じ込められて、その目的の人に話しかけない限りは教室から出れないっていう選択肢なんか何も与えてくれなかったから、もうなんやねんって思ったけど、でもいざ始まったらやっぱり画質となんかもう自信ですよね。そのポケモン図鑑をこんなにクオリティよくする必要なんか別にないのに、そこにも時間を割ける、そこにもエネルギーを注げる余裕というか、あやっぱすげえなポケモンってって。でその僕アルセウスや通ってないんで、一個前の作品かな、だからそれ見てないから分かんないんですけど、今回はそのポケモンが目で見えるっていうのがよりテンションが上がりますね。なんかすごい、で大きさの違いもあるし、ああポケットモンスター好きやっていう人にとっては今回のやつやばいやろなっていう、なんかまあ子供の時にポケモン好きでやってた人間としても、なんか実際にそれがこうマップの中にいて、いや面白いわって、思えるから、一挙にその1時間半のもうマジで任天堂なめんなよって思ってたところからの逆転があったんで、もうその動画を載せんでやめました。もうこれはちょっと文句言うてられへんわと思って、まあ今言うてますけど、こっち基本聞きに来る人いないですからね。でもまあ値打ちあるね。前回ちょっと、まあ、少し話してたんですけど、僕はソード&シールドのシールドをやってて、で発売からものすごいスピードでやって、で3ヶ月か半年してからいろいろ新機能が実装されたんですけど、その頃には僕辞めてしまってたんで、全然そのポケモン追加されたポケモンとか知らないし、で過去のポケモンが使えるようになったのとかも全然知らなくて、もったいない思いをしたんですよ。今回も多分3ヶ月半年してだんだん仕上がっていくゲームだとは思うんですけど、よりいろんな要素が追加されるんだと思うんですけど、めっちゃやってるわスタートして。やっぱ大怪獣物語で死ぬほど滑って、うわどうしようって思いましたけど、面白いのは面白いんですよ。でも面白いのは面白いじゃなくて、面白いゲームって普通にずっとやってまうんやなって改めて思ったところで、まあ登録めちゃめちゃ解除されましたけどね。なんかアンケートを取ってそれ嬉しかったんですけど、これから何配信しようと思って、でガンプラとそれからポケットモンスターと、うちの作品動画と大怪獣物語とと何やったかな、なんか5つぐらいアンケート取ったら作品がダントツ1位だったんですよ。作品動画載せたらっていうのがすごい嬉しくて、なぜならばうちの配信って基本ガンプラ配信が一番回ってるんですよ、ここ最近で言うと。だからきっとガンプラなんやろうなと思ったらガンプラゼロで、で今逆転してポケモンが1位になったんですよ。でまあまあ本来は僕はガンプラを作るつもりでいたんですけど、いろんな人がそうして作品を選んでくれはったから作品作りを迷わずできて、
ああ作品作りでいいんやと思ってたら今度ポケモンが1になって、で別にまあそれが1になったから載せたわけじゃなくて、今回まあ生息地っていうのを一度載せたらどうなのかなって、すごく広大なマップでどうしていいかわからなくなったんで、案外その自分の欲しいポケモン序盤に押さえときたいじゃないですか。でそれが今回はできるから、それでまあやってみようと思ったんですけど、せめてそのポケモンを押したやつぐらいいいね押しに来いよってちょっと思うんですけどね。そのあんたらポケモン押したやんと思うんですけど、誰も見に来ないんですよね。これ多分うちの今回ってるやつは外部からの視聴数かなって思ってて、ちょっとね、なんかまあでも思ってる配信ではなかったよね。生息地ちゃうねんってなってるでしょうね。その実際にやれよって思ったやろな。難しい。でそのガンプラ勢ですよがいなかったんで、いないからこそ何でも言っていいってことじゃないですか。結局うちのチャンネルはものづくりのチャンネルとしてずっとやってきて、ガンプラのやつらは来んかったわけですよ。でまあなんていうんですか、偉そうなやつらですから、本当にそのなんていうんかな、この間、まあ、だいぶ前ですけど、そういうガンプラとかのオリジナルばっかり塗装してるイベント見に行ったんですよ。めっちゃくちゃクオリティ高くて、うわ、すっげえと思ったんですけど、結局ね、その中で出てくる言葉って、うわ、綺麗な塗装ですねーって、綺麗に塗れてるわーとか、塗りがむちゃくちゃいいわーとかってみんな言うんですよね。塗ってるだけやんって。確かに塗る作業って面白いんですよ。やってみたらね、面白いんやけど、じゃあ、塗ってるだけでそんな偉そうにするっていう、その、コメント欄ね。うち、その、塗装系のやつやったら、もうコメント欄閉じましたけど、一点、鬱陶しいのは、その、旋盤系のコメント欄が一番最初うざかったですけど、その次が、その、まあ、プラモデル系は、なんか、ここはこうだな、ああだな、とか、ごちゃごちゃ言うんですけど、塗るだけやんって。なんかね、もちろんそこにどこまでも上限がないから、だから実際の車の塗装とかでもね、あれは同じ色出されへんとか、あの職人さんたちって一度話聞いたことあるけど本当に難しいんですって。その本当に下手なところもあるらしい。そのレンタカーの塗装とかやったらオーナーが存在しひんからあんまり腕上がりにくいねんってその方は言ってて、別にこの赤色をもっとこうしろああしろとかもないから技術つかへんねんって。だからやっぱりどういうのかな、レンタカーじゃなくて当然オーナーさんがいる個人の人が注文してくる車の塗装っていうのはすごく難しいんやみたいな言ってはって、あの世界はすごく大変なんだなっていうのはその話聞くだけでもねわかるんですけど、ガンプラやんってだからまあ僕がそう思ってるから僕のとこ寄ってこないんでしょうね、ガンプラ勢ってね。そのなんやろうな、ヒルドラじゃないですかガンダムって。その僕はロボットが好きなんですよ。まあだからスパロボとかそのロボットが戦うところが好きなわけであって、そのこいつのお兄ちゃんが誰々でこいつとこいつは兄弟でどうのこうのでみたいなのがもうほんとほとんどその時間じゃないですか。いやもう戦っててくれと。どれやったかな、ユニコーンやったかな、なんか戦うことをメインにしたガンダムのアニメすごい伸びたんですよね。なのにまた、ガンダムがスタートすると人間関係が、仮面ライダーもそうでしょ、ちょっとその癖強いでしょ、なんか世界観の癖がすごい強くて、いやもう早くライダーキックしてくれよって子供心にすごく思ってたんですけど、そうね、ガンプラ勢はうちにはいないということなんで、なんかうすうすは気づいてた。うすうす気づいてたけど、その、ガンプラ勢多分造形作家嫌いなんやろなって思ってたんですけど、まあまあ改めてちょっと機会をね、今回それを知る機会があったので、オリジナル動画っていうのをしっかり頑張って、ただまあ回るんですけどね、見には来よるけど登録はせえへんのでしょうね、きっとね。まあまあ、何でも見にさえ来てくれりゃ何でもいいから、うん、ガンプラ勢騙して、視聴数稼いでやっていきたいなと思います。そう、もう一つシャイニングスコーピオンですよ。
突然まあシャイニングスコーピオンの動画を僕はたくさん載せてるんですけど、まあ、中身全部同じなんですが、これね、なんで急にこんなことしたかっていうと、シャイニングスコーピオンの動画今めちゃくちゃ回ってる人たちいて、それも僕の今まで見てきた YouTube のノウハウを全く無視している、本来僕がさっき言ったみたいに、まあ、赤髪の友がシャイニングスコーピオンをやればもう世界的に回るわけですよ。人気 YouTuber、 人気ゲーム配信者がやれば回るっていうのが僕の中のセオリーだったんですけど、全く登録者数がいない人たちがシャイニングスコーピオンで本当にまあ湯や一夜にして何万人になってるんですよね。なんでって、もうど真ん中のミニ四駆世代ですし、でシャイニングスコーピオンっていう、まあそのミニ四駆のゲームもゲーム内に登場するそのアイテムとかも実際に僕らは買わされてたんですよ。ミニ四駆が流行ってましたから、そのゲームアニメと一緒にね。だからめちゃめちゃ詳しいし、それはいつかやりたいなと思ってはいましたけど、これでそんなにバズるもんやったんやっていうのがすごいショック。多分見てるのは僕らの世代ですよ。僕もそれで見て、あれなんでこんな回ってんのって思ったんですけど、余計にねその悔しさがあったから、じゃあサムネ次第でそんだけ伸びるものであればシャイニングスコーピオン行ってみようかということで、まあ、新企画としてシャイニングスコーピオンの、サムネをどんどん考えるっていうのをやってるところなんです。まあ正直そうですね、普通のレトロゲームよりは確かに回るから、これ普通にシャイニングスコーピオンの配信した方が良かったんちゃうかなっていうのはちょっとだけ思ってます。これ普通にシリーズとしてやれば回ったなって思うんですけど、でもまあサムネのタイトルにしたみたいに100万再生とか、それまあ100万はちょっと言い過ぎかもしれないですけど、何十万再生が狙える今コンテンツになってるのは確かだと思います。なぜこのタイミングかわかんないですけど、20年前のシャイニングスコーピオンが、だからそれを狙うにはまあサムネ変えていったらいいんですけど、このやり方実際まあサムネ次第で回ったり回らんかったりっていうことがあるんです。だから同じもの載してるから、昨日20回再生があって今日20回再生があったら、昨日の20人とは多分違う人が見に来てはるんです。同じもんなん でそうやって新規の人が見に来てくれるんやったら、中身は作品動画にしといたらよかったなって今思ってます。なぜ俺はシャイニングスコーピオンの宣伝をしてるんだろうって、そのうちのまあ一番メインにしてる作品動画、アシュラを作ってる制作風景かな、完成品載せてんのかな、自分がまあ造形作家として作った作品を載せてる動画を、こういう形でサムネを変えながらね、いろんなアシュラの作品を載せればよかったんですけど、なぜシャイニングスコーピオンにしてしまったんだろうっていう、この企画としてやっぱ本筋が作品動画であるべきやったなって。そしたらかなり、まあ、柔軟にも対応できたし、その伝わるじゃないですか、チャンネル登録者の人も、あ、同じものをどんどん載せてるなっていうことに対して違和感はないじゃないですか。サムネ次第で来るかどうか見てるんやなと思うんですけど、なぜシャイニングスコーピオンだったのかっていうところが、やっぱり何十万再生っていうのを見て悔しかったから、なんかそれが頭の中残ってしまったんですよね。朝思いついてサムネは変えたいけど中身何しようってずっと思ってた時に、作品じゃなくてシャイニングスコーピオンがふっと降りてきたんですよね。間違えたなーって、それは失敗したなーって思ってます。難しいですね。レトロゲームは本当に難しい。レトロゲームの配信は毎回言いますけど、3ヶ月半年待ってみないと伸び方がわからんので、ただそれがちょっと最近の景色で見てると待たずに伸びるレトロゲームがあるんだねっていう感じはするので、大怪獣物語もなんか最近配信始めてる人とか結構いるんですよ。で自分で自分の動画を確認するからどんどん上がってくるんですけど、結構この今年に入って大怪獣物語やってはる人もたくさんいるし、でそれを見るとやっぱ悔しいんですよね。いやいや、うちの見てくれよって思うんですけど、うちの毛色が違うから、一番力入れましたけどね、なかなか
あんだけ力入れて回らんかっていう、わからん世界ですね。相変わらずね、電気と同じですよ。目に見えへんから、これ何と戦ってんのか、何が変化してるのかも全くわからんので、厳しいですね。まあでも作品のショート動画が久しぶりに上げたやつすごく伸びたんで、あれ嬉しかったですね。久々にやって、ああ、見てもらえたっていう、レコードかな、レコードプレイヤー。思いのほかよくできたんで、これをまあもう少しうちなりのテイストに変えていきながら作り込んでっていうのがこれからまあやっていく作業になってくるんですけど、その前に、このポケモンを形にしてやろうと思ってます。僕はあたかも昔からポケモンのチャンネルだったぐらい上の方全部ポケモンにしようかなって。その理由は登録解除がめちゃめちゃ多かったからですけどね。燃えますよね、こんだけ解除されたら。もうない。でもここで何もしてなかったこの2週間ぐらい、ちょっとまあ体調崩してライブ配信とかもできてなかったんですけど、この2週間ぐらいは登録者増えてたんです。全く解除もゼロだったし増えてたけど、やっぱり2日に1人とか1日に1人いるかいないかぐらいのペースやって、もうそれよりも、せめて動いて失点するんだったらもういいですよ。もう嫌ですけど、めちゃくちゃ嫌ですけど、でもまあ、動いて動いてしてきたからこその今があるうちのチャンネルですから、本当にこれうちがこう何々実況してみたって言ってシャープ1からシャープ30とか毎回やってたら、多分今も登録者数は増えてなかったと思うから、まあまあせめてせめてガンプラ勢にも気に入られるようにね。どうしたらいいんかな、全然答えが分かんないですけど、見てるんですよ。見てるんやけど、そこまでの愛がないからやろな。まあまあ、でも、作ることがとにかく好きだから、何でも突き詰めりゃ、やっぱ最終的には行き着くところ同じなんで、まあ、ただ塗るだけと一緒にされたらそれは嫌やけども、まあ何でも行き着く先は一緒やから、まあちょっと頑張って、そうね。なんでゲーム実況なんか分からへんけど、やっぱ今になって作品動画はもちろんやけど、ゲーム実況も7年やってきたら、それなりに形にしたいなと思うので、まあまあちょっと頑張ってみて、ポケモンもちょっともしも、なんかやろうかなって思ってはる方はすっごいおすすめです、このゲーム。1時間半は耐えなあかん。もうずっとぐっとこらえなあかん。マジで茶番です。全然この子らの会話興味ないわっていうのが永久に続くけども、それを耐え続けていくしかないんですよね。いいゲームですね。ということで、長くなりましたが、作業用として聞いていただけたらなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。ぜひぜひ、まあ、ここまで聞いてる人いないからチャンネル登録も何もいいですけども、せめて低評価が多いので高評価を教えていただけたらなと思います。では、ご視聴ありがとうございました。アトリエ造形の王様ではたくさんのジャンルの動画を日々投稿しています。ゲーム実況、工房のグッズや作品紹介、配信者さんとのコラボ実況、ガンプラリペイント動画、技能検定、技能五輪解説、レトロゲーム実況、イラスト動画、ラジオ動画、ガチャ動画、古典の様子など人気作家になりたくて必死にあがいています。どれか一つでも興味を持っていただけたら、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。きっと興味のないジャンルの動画もたくさん上がります。それぞれ再生リストから見やすくしているので、登録後は通知を切っていただいて、忘れるギリギリ寸前ぐらいにまた見ていただけたら嬉しいです。それぞれが見たい時に見たいもの。